暗いですね。すぐに目が慣れるさ。ほら。なんだ、ただの人形じゃねえか。ね。なんだよ。待っていたぞ。誰だあれ。怖いな。おばあちゃんに似てる。似てるけどおばあちゃんじゃない。私は八重。八重さん。七重の姉。おばあちゃん、お姉さん。あなたは。この日をお待ち申し上げておりました。リカ、お前は私と一緒にドールランドへ行き女王となるのだ。え、女王。そう、ドールランドの女王の座に着くのだ。ドールランド。リカちゃんが女王。リカちゃん、女王って何のこと？なんかの冗談だろ、おばさん。うん、みんな。何も知らないお前に本当のことを教えてやろう。本当のこと？お前の母はドールランドの王家の血を引く者なのだ。ところがお前の母は掟を破り、人間の男に恋をして国を捨てたのだ。お母さんが嘘。お前はその母の代わりにドールランドの女王を継ぐのだ。嘘。嘘よ。リカ様をお渡しするわけにはいきません。ドールリカ泉。みんな。おのれ。エレーゾペレーゼブルーネブライネ。エレーゾペレーゼブルーネブライネ。あれは？ドールイサムよ、戦え！仕方ない、行くわよ。え、ドールイサム！
はい、御前様。大丈夫か、リカちゃん。姉さん。おのれ、またあいつか。何をだらしのない。あなたは八重さん。今日のところは引いてやろう。また必ず迎えに来るぞ、リカ。どんなことがあっても私たちがリカ様をお守りします。ご安心ください。あ、待って、行っちゃった。かっこいい、リカちゃん。リカちゃんが女王様になるって本当かよ。ドールランドというのは人間に100年愛された人形の魂が蘇る国なんだ。人形の国？宇宙に地球以外の星がたくさんあるように、この世界にも僕らの知らない不思議なことがいっぱいあるんだよ。この人形がドールナイツ？そうよ。お母さん、お母さんは国の決まりを破ったって、国を逃げ出したって、そんなの嘘だよね。リカに話す時が来たよね。お母さんがドールランドの王女だというのは本当のことです。そのドールランドは今デヴォールという恐ろしい悪魔に支配されているのです。デヴォール？ドールランドに住む悪魔です。デヴォールは私の姉八重さんの心を支配しているのです。私たちのお城は今や悪魔の城。お母様と私はデヴォールの手を逃れて人間の世界に逃げてきたの。そしてあなたが生まれたのよ。あの者たちは今正当な王家の血を引くあなたを支配しようとしているの。そうなってはドールランドは悪魔の国になってしまう。それでお姉さんたちが私を守ってくれたのね。一人いない。コーリングリングが奪われてしまったからよ。このリングがドールナイツを呼び寄せるの。ドールナイツはリングの持ち主に従い守る役目を持っているのです。ドールリカ、ドール泉、ドールイサム、3体のリングさえ揃えばデヴォールに立ち向かうこともできるのだけれど、私どうすればいいの？私に何ができるの？そのリングを貸してごらん。今まではこのペンダントの力でドールリカを呼んでいたのです。でもこれからはお前がそのリングでドールリカを呼び出すのです。私が？さあ呪文を唱えて。トゥルールクルール、クレイロクレイラ、クレイロクレイラ、トゥルールクルール、トゥルールクルール、クレイロクレイラ、クレイロクレイラ。いつかきっと悪魔の正体を掴んでやる。不思議な空間に飛ばされたリカちゃん、一体ここはドールランド？次回スーパードールリカちゃん幻のドールランド、お楽しみに。リカちゃんをいじめる者は私ドールリカが許さない。